それはやはりこの私が先ほど申し上げましたように、そういう気持ちを持ち続けていきたいと思っています。他方外交問題になるということにおいてですね、私はあえてそれは申し上げませんということを申し上げている次第であります。いずれにいたしましても、いわゆる公式参拝ということではないわけでありますから、それは公式的に発表しなくてもそれは構わないんだろうと。日本は信仰の自由があります。良心の自由もある。まあ、こうした普遍的な価値というのはしっかりと守っていくということが当然ではないかなと思いますね。麻生さんいかがですか。今回出しましたこの文は、そういった問題にならないようにするための案というものを提出しておりますので、こういったものができれば基本的にはどなたでも参拝できるような形になる。その案を作るのが政治家の仕事だと私はそう思っております。永久戦犯合祀という問題があると総理は控えるべきだとこのように考えております。そしてそれを仕掛けていくと取られたことになりまして、そういうつもりはありませんけれども、ですね、ちょっと。